皆さんこんにちは、ゆきです。いつも応援していただきありがとうございます。 SNS などでも告知した通りですね、入院手術のためにしばらくライブ活動をお休みさせてもらいます。本当に突然のことでね、ご心配おかけしております。今年の2月頃にですね、婦人科の検診に行ったところ、何かがあるということでですね、精密検査を受けてきていました。でそこで、5センチぐらいの腫瘍が腹部にあるということで、 MRI も受けたんですけれども、それが子宮にあるのか卵巣にあるのかちょっとわからないというような状況なんですね。で今のところ無症状なんですけれども、これ今後痛みが出てくる可能性もあるし、検査の結果悪いものではないだろうということなんですけど、100% ではないということなどからですね、手術をこのタイミングで受けることに決めました。で7月半ばに入院をして、手術をしてという感じで、その後は退院してからは家で安静にという感じで、しっかりと療養したいと思っています。実はですね、私は14年前に一度卵巣腫瘍になってですね、それがですね直径17センチある腫瘍だったんですけれども、なので一度、その腫瘍を摘出するために開腹手術を受けたことがあります。なのでどういった手術かとか、大体は想像がついているんですけれども、術後の大変さとかですね、そういうことを知っているからこそ、しっかりと休んで、元気に体力なども回復したいと思っています。8月20日のライブから復帰できたらなとは思っているんですけれども、なんせわからないことなので、また自分の体調のことをしっかりと考えて復帰できる目処が立ったら、また改めてお知らせしたいと思います。今月の16日と17日の大阪吹田テイク5でのライブは、誠司さん、としくん、ちいこさんの3人でやっていただきます。なので皆さんこちらのライブもぜひぜひよろしくお願いします。で、今は無症状ですし、SNS とか YouTube の方は過去の撮りためた映像などをアップしていけたらいいのかなと思ってますので、またちょくちょく皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。今月半ばに入院するんですけど、またそれまでにも撮影とかの仕事が残ってるので、そちらも頑張りたいと思います。皆さんまた元気にお会いできる日を楽しみにしてますので、皆さんもそれまでお元気でお過ごしください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。